レオコ秋山の下世話移動。この生放送も変わんねえな。私だよ、私パイバーグだよ。この前親友に恋愛相談されたの。なんでもその親友はぺったんこの貧乳なんだけど、彼氏の家に遊びに行った時に見つけた大人の DVD は巨乳ものばっかりだったって嘆いてたの。だからこう言ってやったの。あなたなら大丈夫よ。私の家は普段も夜も揉めちゃうけど、あなたなら普段も夜も揉めないでしょってね。バイバーグニュー下世話の MC 森本涼子です。よろしくお願いします。そしてどうも秋山です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。声出てないですね。いやー、あれです。もう本当にこの台本のやっぱこの最初のこの下り考えるのが本当3時間ぐらいかかるんです。ありがとうございます。これなんかもうないだろっていう、なんか多分かけっこ謎かけから多分50近い数おっぱいだけでやってきた。すごいすごいよ。これがちょっとやっぱおっぱいだけでなんとかね今後も頑張っていかなきゃいけないんで。ティッシュ5枚ありがとうございます。まあ、初めての方に説明することも特にはないと思いますが、この番組は、はい、編集屋街の小木を習いた森本涼子が歯に衣着せぬトークでニコのアニアータン風を吹かすトーク番組となっております。にわかの来店ライターなどには出せない本物のライターとして業界の下世話の話題をファニーにお届けしますという文言でずっとやってきたんですけど、はい、今日は元気です。はい、これはやっぱ今読むとすごいですね。にわかの来店ライターってこの今の状況を考えると確かに増え方がえげつないから。今これ何年目ですかね、この番組って。でも3年とか公開収録は3回はやってますよね。はい、3回ですよね。3年とか4年とかね。3、4年ですよね。はい、いやこれだって今あと増やし方、いろんな人たちがもう募集してるから来てくれじゃないですか。はいはい、うんうん、怖くてもうそんな募集してきたら次の月からもう生活できるぐらい仕事あるんだっていう。いろんな人がなんか弟子みたいなのやってますね。そうそうそう、なんかこのなんか雇いますみたいな。もう怖くてね。それはでもその雇ったとて 1,2 年じゃないのかっていう。であとなんて言ったその子たちのその後の将来どうするんだっていう、打てる打てないってどういうことっていう、うん、あ月1なら5年以上なんですけど、最初ね月2だったんですよね。月2だったんですよ、うん、だから月2の時期があるんですよ。そう多分ね2020年の9月から始めてるんで。あ、じゃあちょうど4年5年目になるってことですね。コロナ禍から始めてたんですか。あ、そうだってコロナ禍で仕事とかもあれだし暇だからやりませんかっていう。あ、そうでしたっけ。はい、なんか途中からコロナになってついたてができて、あ、なんかすごい絡まれた記憶があるんですよね。うん、おいこのバカ野郎みたいな。うん、いやーでもすごいなー。いや俺もうほんと衝撃ですもんね。だってオーディションして次にはもう出れちゃうっていう状況が、もうだからフォロワーとか関係ないじゃないですか。もう気づけばなんか一時言ってたですか、うん、その大崎さんとかが、うん、新しい女の子5000、うん、女の子だったら5000フォロワーいれば仕事、来年の仕事来るわとかって、うん、ね、大崎さんがもう今3人いれば仕事来るっていう、とんでもない時代すぎて。いやでもなんかそのだから今ちょっとそのマナー問題というか、うん、結構そのスケジュールの時に注釈つける人増えてるじゃないですか。これもうこうですこうです、これダメあれダメそれダメみたいな。あ、はい、なんか分かるんですよ気持ちは。まあ生ものとか、うん、まあまあ分かるじゃないですか。うん、最近お守りが増えたなと思って。お守りはねやめた方がいい、うん、本当に。で私すっげーもらうんですよ、うん、アップされてる動画とか、うん、特に37リーグの成績が悪すぎて、うん、あ、分かる分かる。そうね、気持ちは分かるんですよ。そういうことしてあげようっていう。すごくもらうんですよ、うん、で今そのポーチの中でいろんな紙が喧嘩しちゃってるんですよ。そうなんですよ。今すごい喧嘩しちゃってるんですけど。そうお守りはね難しいんですよ多分。ちょっとここまで言おうかな、うん、もうお守り大丈夫ですか。いや言った方がいいです。これだから難しいですよね。思うんですけど、お守りってやっぱ一番その気持ちがこもってるというか、うん、その番組見てくれてるがゆえのお守りじゃないですか、うんうん、だから無限にもできないから、ポーチの中ですごい紙がね、スマッシュブラザーズみたいな感じになってるんですよ。これは難しいっすよ。弱い紙、今集中的に狙われてますよ、全員が。狙われてる。で、結局引きも全く上がってこないんで、ずっと負けてるんで。これ、あとは他にもだって、宗教上の理由とかある人もいたりしますからね、お守りとかそういうのはね、本当に信仰は。明らかにちょっと信仰心薄そうじゃないですか、私。だからまあ別にいいかもしれない。まあ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 、なんかその特定のそういうのないだろうみたいなのもあるのかもしれない。知れないんですけど、ちょっとね、どうしよう。でもその注釈ってつけって
ても、うん、見てないんじゃないですか。そのなんていうんですか、その見てくれる人っていうのはもう着慣れてる人だから、うん、配慮をもともとしてくださってる方なんで意味あんのかなって思う。すげえ気持ちはありがたいけど、お守り渡すんじゃなくて、その、ね、思いのこもったお守りを番組見ながら振ってくださいが一番。あ、まあまあまあね、そうそうそう。でもなんて、なんかそのなんかこの注釈つけることへの抵抗があるんですよね。だからそこはやっぱレオさんちゃんとしてるから、うん、お前ごときがなんだその注釈で、そのわざわざみんなの全員がどうのこうのみたいなことじゃないですか、うんうん、まあ、なんかすげーわかります。それも思うし、はい、あと最近まあ、ヤングさんの YouTube やってるじゃないですか、はい、お便り届くじゃないですか、はい、なんか 2,3 通レオ子さんに無視されましたっていうコメント来るんですよ。まあまあまあ、レオ子さんはします。それはしません。そっちで行った方がいいんじゃないですか。違う違うの違う、無視なんかしてないんですよ。そっちで行くんですね。そっちで行くって何なんですか。そっちで行くとかじゃなくて本当に無視してないんですよ。だからなんか寝耳に水なことが多すぎて、でそのかっこ笑無視されましたもあれば、怨念こもってる無視されましたもあるんですよ。わついに触れて、ね、俺なんかには構ってくれないんですねみたいな、怨念のこもった無視されましたもあって、でその採用して、まあ、ちょっと弁解しようかとも一瞬思ったんですけど、うん、したとてなと思って、まあ、そうそう、まあまあはっきり言うとその無視されました関係全部使わなかったんですね、うんうん、使わなかったんですけど、もう意味わかんなすぎて。だから自覚ないっていうか、してねえよって話ですよね、うん、してない、自覚がなさすぎたんですけど、うん、でもまあ勘違いされるとしたらこれかなって思うのはあるんですよ。まずただただ聞こえない、はいはい、その聞こえないから、聞こえないんだってちょっとツイッターで言おうかなと思ったんですけど、ただただ聞こえないは絶対ある。ただただ声があれしてて、レオ子さんって言ってくれてんのが声届いてないっていうのが多分一番の説なんですけど、うん、もう一個あって、あ、そのなんかうろうろしてる雰囲気の人が自分に声かける人かどうかわからないじゃないですか。だから一応こっちも気使ってチラッと見るじゃないですか、うん、でもファッと目そらされたりとか、なんか目合わなかったりとかあったけど、なんか話しかけてくる雰囲気じゃないなとかあるじゃないですか、うん、その時にあ違うんだって思うじゃないですか。あ違うんだと思って、それが結果無視してると思われてるのかなって。あなるほど、チラッと目は合うんだけど、そのあ声かけたい人じゃないなでスッてなるんですよね、これのことと思って。いやまあじゃあ声かけに来た方がいいですよね。だってそのね、うん、来た方がいい、うん、こっちから気使って声かけに行くのはちょっとね、ちょっとね違った時の恥ずかしさ半端ないですもんね。まあなんか手振る、いやでもなみたいな、なんか選挙カーみたいじゃんと思って、でそれであ違うかでふっと戻す、あれの一連のことを無視したと思われてんのかなと思ったんですね、うん、でまあそれも込みで、いや無視なんかしませんよ、どんどんこうのですよって、うんうん、弁解しようかな、うん、ツイッターでと思ったんですけど、うん、無視した人って 2,3 人じゃないですか。でも弁解することによってレオコポンは悪くない勢が山ほど出てきちゃうわけじゃないですか。まあまあまあ、それはもうね、レオコポンは悪くない、無視なんかするやつじゃない、そいつがどうのこうのってなったら、うん、そうそうそう、それがもうかわいそうじゃないですか、うん、でそういう人たちにも悪いし、あとあこいつってやっぱ面倒くせえやつなんだっていうイメージにもなるじゃないですか。あのお気持ち表明系やっちゃうとね、そうそうそう、お気持ち表明系はやりたくないなとか、うん、あとそうか聞こえないのか、じゃあ肩トントンしようになるじゃないですか、うん、で私もされたくない、うん、でやっぱりレオ子聞こえないって言ってるで、他の子にもトントンする人が増える、うん、もう最悪じゃないですか。まあまだ結局言わないでなんとか収まってくれることを祈るしかないですね。もう知らない、もうミュースされてると思ったらもういいよそれでって思うしかないなってぐっと飲み込んだんですよ。俺あれが嫌なんですよ。一人の時は別に全然いいんですけど、うん、その大所帯の収録の時に、うん、そのたまたま俺が歩いてたから、うん、この番組の収録を見に来ただっていうテンションなのか、秋山さんに会いに来ましたっていうテンションなのかが分かんないじゃないですか。だから、でしかも人気者と一緒にいたら俺じゃねえだろって思ってるんですよ、こっちは。分かる分かる、すごい分かります。そうだから声かけられた時に写真とかって、あそれだったらあのエンディング時に写真みんなと撮れますよみたいな、全員いるんだよってなりますもんね、なるなる言って、でもエンディングでその人がいない時に、あれこれ違ったんかな、エンディング来れば写真撮れるって言ったのにみたいな、なんかああいうのが後々、うん、あの人は写真撮ってくれっつったね、撮ってくんないしよみたいになんのかなって思うと、そうなんですよ、そうなんですよ、なんですよ。あと一、まあ、ちょっとだけおもろかったのは、もうこれあの5匹だから全然いいんですけど、はい、声かけられて、ああじゃあ今から中島なんで、中島あとは5人と写真撮れますよって言って、
中締め見てくれて終わって、うん、写真どうしますって言ったら、あ、秋山さん撮って大丈夫ですって言われて、うんうんうん、あの4匹がこうなってたっていうな、あれあれだから、ね、全部気まずいですよね。そうで、あのね、うん、いいんです、あの嫌だとしても1回撮りましょう嫌だとしても全員で1回撮りましょう、ね、うん、難しいねっていう、そうそう、このエンディングまでいる人少ないのであっても確かにそうなんですけど、でも、うん、撮影中にじゃあ俺だけ一人でみんなパチンコ打っててたまたまトイレ行くタイミングに声かけられて写真撮ってるのも、それはそれで制作チームにあいつ何やってんだっていうのもあるんですよ。そうそう、あとその全員になっちゃったら結局その収録時間を食われるわけじゃないですか。そうそうそう、だからやっぱりなるべく収録中は対応したくないんですよ。そうで、だからもし例えば収録中に俺が写真撮ってその後にあ大丈夫なんだってなって、うん、じゃあ他の人も順番に写真撮ってもらおうってなっちゃうと、うんうん、それもあれだから、あとまあ、ね、来年だったら分かるけど、なんでその収録でエンディングまでいないとか、あそっちの都合をこっちが組まなきゃいけないなってちょっと、まあ、ちょっと口は悪いですけど、うん、ちょっと思うこともありますよね、うん、帰っちゃうんで知らないけどみたいな、うん、それがね申し訳ないのあるったいね、うん、だからやっぱ収録の時朝一かエンディングかに来ていただけると非常に、そうですね、多分オープニング撮って終わったタイミングもしくはエンディング終わったタイミングが一番その番組だと楽だと思います。一人でやってる番組はもういつでも大丈夫です僕の場合は、うん、何も思わないんで、うんうん、一人でやってる、まあね、うん、あとはそのこっちもなんかどうしていいのか分かんないから全部聞くんですけど、うん、そのなんかあのみたいな、ちょっとどこか来てっつって、うんうんうん、ああジュース送ってあげようか、あいいですいいです、写真撮る、あ大丈夫です、あなんかシールとか、あ全然大丈夫です、ありがとうございました、うんうん、って言われた時に全部や何もなかったみたいなその写真すら撮らなかったみたいな、うんうん、なんかこれ押し売りしちゃダメなんかなみたいな、あと写真撮るよって、あじゃあ一応みたいな、うん、ああいうのもどうしていいのか分かんないですよ、うん、ただ話したくて来ただけなんですっていう、うん、なんか気使う方面が多すぎて、うん、一緒にやってる人スタッフさん取れ高、うん、ね、まあお客さん最優先で決まってればいいですよ、うん、決まってればもうそうしたいのは山々なんですけど、うん、っていう、うん、ね、なんかあと俺ぐらいになるとやっぱありますよ、勝負っすね今日どっちが期待値拾えるかいやだ、いやだ、ライバル、ライバルが来る、いやだな地元のライバルが来るわ、あれは。だからね、確かに虫問題は難しいですけど、今後はいろいろあると思います。もっとだって演者みたいな人増えて、で全員がだって何かあったらすぐ X で表明されちゃうじゃないですか。そう、今日来てくれた人がこうでみたいな。本当にね。でも私はだいぶ恵まれてますよ。皆さんその良識的というか。うん、なんか、うん、そんなにこの友達乗りで接してくる人とかもいないというか、あ、まあ、僕は逆にその友達ぐらいで僕が接しちゃうから、うん、はい、フレンドリーですね、はい、だから白直美さんと一緒に焼肉行ったし、へえ、俺一般の人と飯食い行ったって何も思わんしな、楽しかったらいいのかなと思う、まあ、私は絶対嫌ですけどね。あ、そうですか。絶対嫌です。俺ね、知らない人の話聞くの大好きなんですよ。分かる、それは分かるんですよ、うん、一応芸能人じゃない、確かに、え、俺一応芸能人なんですか。一応芸能人でしたね。一応芸能人です。あ、そうか。うん、一応のマネージャーに話してきます、その話は。はい、まずは、はい、お品書きを紹介してから、はい、成田さんの話になりますんで、はい、まずはこちらですね。お願いしますよ。本日のお品書き。はい。うん、はい、で、ガイドライターポーカー。これもあの我々のお仕事なんでね。はい。で、答えは一つ、ちょめちょめ大喜利と。うん、そして、ゴシップファンタジー、新企画が一つ入ってますよといったところですね。で、この前回の必勝ガイドですね、こちら、はい、11月号ですね、1580円で、これの、ガイドライターポーカー、こちらにございます。よろしくお願いします、はい、ね、今回のお便りコーナーは、僕です。え、そうなんですか。はい、小勝さんと、はい、僕ですか。僕です、はい。お母さんなんかそっちに出てくれって言ったのに全然連絡くれないですよ。この間その書いたじゃないですか、はい、あのレイコのヴィンテージライフ、はいはいはい、書いたら、まあ、えらい気に入ってくださって、うん、なんか本編出てよって言うんですけど、うん、一向に連絡が来ませんね、そういえば。いやでも大変ですよ。小勝さんから、まあ、どういうふうにやるか分かんないです。俺とかはもう小勝さん飲もうやみたいな。小勝さんと二人のものやだな。そうそう、だからもう飲みながらチャージ料金取りたいな。音取って、
感じですね。で、うん、OK 大丈夫。そして、はい、今回はヴィンテージライフは2個ないです。1個だけになってましたからね。すいませんね。あの下剤とか休みの時だけ書きます。はい、成田さんのコラムがね、今雑誌の同じページに OK 大丈夫っていうコラムがやってましたが、はい、この休業中に、うん、成田さんぜひ休業中のお話など教えてくれということで、はい、この、番組限定で書いてくれている OK 休業中というコラムがありまして、いや限定で書いていただくにはもったいないぐらいのクオリティですよ。はい、でこれが はい、あれなんですよ、ここで、まあ、音声で我々が読むのも聞けますけど、ちゃんとこの後ニコ7の、サイト内で読めるんで、はい、ぜひ文章でも読んでくださいと。よろしくお願いします。発表の方お願いします、レオさん。では、OK 休業中読ませていただきますね。これで OK ですか？うん。OK。事件です。65536を引いたくらいの暑さですが、ホテルのは体。8年ぶりに引いてしまいました。うん、風を。今までインフルもコロナとも無縁で、どんな落ちてるものを食べても腹など壊したこともなく元気と気合いだーだけで生きてきたわけですが、コロッと旦那の風邪が移りました。これはもう油断以外の何者でもない。思い出せ、3割負担を取り上げられて病院が私立学校と同じくらい遠い場所だったあの頃を。利根川の名台詞、命はもっと粗末に扱うべきは違うけど、性にあぐらをかいてはいけないのだと思春期男子のごとくティッシュを散らかした部屋で思う今日この頃。鼻水垂らしてる暇があるなら汗水垂らしたい。 OK 休業中。すごいよ。こんなもうパチンコじゃないとこに乗せた方がいいって、マジでこの文才を。あ、私立学校と同じぐらい病院が遠い。保険証を取り上げられることってあるんですね、やっぱね。鼻水垂らしてる暇があるなら汗水垂らしたい。うん、すごいですよ。すごいですね、本当に。だからね、利根川の名台詞とかいろいろ言ってますけど、多分 僕とか涼子さんが開示読んで思ったことと、成田さんが開示読んだ時に思うことは全然違うんだな。違うと思います。同じ漫画読んでるのにっていうね。本当に違うと思います。本当にすごい、うん、ね。で、一応成田さんからのコメントの方がありますが、65536はパチン&スローユーザーにとっておなじみの薄い確率フラグです。なんでこんなに薄すぎるフラグを出してきたのかという疑問はありますね。はいはい、最近私は、確率不明ですが、E2 の配達員に注文した牛丼を持ち逃げされました。うん、そんなことあるのかよって。持ちに、ね、よ、まあ、よくあるじゃないですか、届いたやつ X とかで、うんうん、なんかすごいなぐちゃぐちゃになってるとか、はい、あんなの、いやいや本当に稀有なパターンでしょ。でも、うんうん、でそれ見て俺ウーバーとかやだなとかって思ったりもするんですけど、はいはい、実際にこんな近くに持ち逃げされた方がいらっしゃるのね。なんか届かないなみたいなことあるけど、うん、持ち逃げされました。届かないなで持ち逃げってどうなんですか。まあ金は返ってくるんですよね、別に。そのどうなんだろう、ね、でもどこに ね、あれをすればいいの、はい、でパチ&スロー関係ですと、スマスロカラクリサーカスの AT 中にカラクリバトルでディアマンティーナを1日2回外しましたって、ね、きついな、うん、はい、これ一応編集しスタッフ調べで、うん、期待度は 95%。 あら、そんなあるんだ。1日2回外してると、なんか結構外す気してましたけどね、はい、で風邪は寝込むほどではないのですが、夫は5日間、私は今3日目に突入、過去10月2日現在ということなんで、今どうかなっていう感じですね。あ、まあ、今回復したかしてないかですね、はい、今まさに病院に行こうか悩んでますが、基本的には栄養と睡眠と気合で治そうと思っています。食事は症状が軽くなった夫が心配からか、うつした罪悪感からか、スーパーでいろいろ買ってきて作ってくれました。うん、コロナとかじゃないのかなって、そこが一番不安ですからね。普通にね、心配ですけど、まずは調べてくれって話なんですね。こんなに長引くかねっていう。そうそう、風邪だったら家で寝てりゃいいんですけど、うんうんうん、ね。で、拾い食いの思い出は、子供の頃友達が地面に落としたかっぱえびせんを拾い食いしたらドン引きされた記憶があります。あ、つらい。逆に彼氏が落としたカステラを拾い食いした時、引かれなかったんです。それが今の旦那です。いい話。いい話だわ。あなたはどんな時に結婚意識しましたか。カステラを拾い食いした時に引かれなかった時に。結婚式で泣きながら語るんですね。いい話だな。生にあぐらをかいていた私ですが、人生ゲーム上がっている大先輩がいっぱいいるような気がするので、逆にそういう方々にはもっとあぐらをかいてほしいと思います。あ、まあすごい稼いでるみたいなことが言いたいですね。そうですね、稼いでるやつはもう別にもっとあぐらかけと、人のことは言えませんが、みんな貪欲すぎるなと、ね。
もうだって十分稼いでるのに、なぜお前らがまだ来店とかやるんだっていうのがここに入ってくるわけですね。急に毒々しいですね、うん、どうしたんですか。いやちょっとあの意識朦朧としながら多分やられるんで、ね、でも分かんないですけど、抱えた仕事を投げ出せないだけだと思いますけどね、私は正直、ね、うん、この鼻に詰めているティッシュは鼻セレブは高いので、持ち歩く時に駅前でもらったポケットティッシュです、うん、喉がやばい時の回復法はだましだまし昔からこの方法です。なんとなく聞いたような気がしてます。今回夫が買い出してくれた中に蜂蜜生姜喉飴もあったので、舐めようかと思っています。まだ舐めてないです。だからあ、なんかお茶ですよね、成田さんがやってるのは、はい、生姜茶かな。生姜と蜂蜜を入れたルイボスティーニ、うん、いやだってそうね、今なんかディアマンティーニとかぶってませんでした。ルイボスティーニになっちゃってますけど、あとあのマイコプラズマ肺炎とかもありえるって。いや本当そうなんですよ。とりあえず一回病院行って検査だけしてください。本当に本当にね、うん、体が、うん、もう誰よりも今体が資本ですからね。 そうです、うん、そこだけチェックしていただけたといったところで、それではレオコさん、今から有料の方に切り替えさせていただくんですが、もうそんな時間ですか。そうです、早いね。最初のコーナーに行く前にいつものやつあるんですか。いつものやつやりましょう。やりましょう、わかりました。ということで、有料会員に今から切り替えさせていただきます、レオコさんには会員になれない哀れな子羊が入りたくなるようなセクシーなカウントダウンお願いします。今日のおパンティークイズ本日のだっけな、うん、うん、やってまいりました。レオコちゃんがおパンティー履いてるか履いてないかをこれとこれで2分1ですからね。2分1でございます、ラッキートリガーみたいなもんですから、はい、5秒後に有料に切り替わってから、うん、発表しますからね。したいと思います。それではカウントダウンをスタートします。5、4、3、2、1。